皆さん、こんにちは。今日の物語は、聡明な愚者です。一緒に読みましょう。ある時、ある学者がムッラー・ナスルディーンに、明日の朝、会いに行きますとメッセージを送りました。ムッラーはメッセージのことを忘れて、翌日の朝、買い物に出かけてしまいました。学者がやってきたとき、ムッラーの家は閉まっていました。学者は気を悪くし、腹を立て、悪態をつき始めました。けれども、すぐにそれを聞くべきムッラーは近くにいないのだと気づきました。それで学者は墨でドアにとても大きな字で書きました。愚か者。ムッラーは家へ帰ってきてドアに愚か者と書いてあるのを見ました。それでメッセージのことを思い出しました。そして学者が来たのだろうと思い当たりました。ムッラーは市場へ走って行って、学者を探し始めました。やっと学者が見つかったとき、ムッラーは嬉しくなりました。ムッラーは大喜びで叫びました。お許しください。あなたのお名前がドアに書いてあるのを見て、あなたが来ることになっていたのを思い出したんです。今日のレッスン。今日のレッスンは、O、Verb、Mass Form、ください。意味。意味は、Please、Do。Request、Instruction、Offer、レコメンデーションをするときに使います。例、皆さんが病院へ行きます。病院で医者が皆さんに言います。お入りください。お座りください。薬をお飲みください。グループ1、グループ2、バーブ。入ります。お入りください。お入りください。かけます。おかけください。おかけください。じゃあちょっと練習しましょう。呼びます。お呼びください。話します。お話しください。聞きます。お聞きください。持ちます。お持ちください。待ちます。お待ちください。読みます。お読みください。グループ3、バーブ。グループ3のバーブは、お。おは、語をつけます。電話します。お電話ください。連絡します。ご連絡ください。エクセプション。見ます。寝ます、来ます、言いますはできません。見ます、お見ください。ダメです。ご覧ください。寝ます、お寝ください。ダメです。お休みください。来ます、お越しください。おいでください。言います、お言いください。ダメです。定フォームを使います。言ってください。もっとポライト。おっしゃってください。で、これは定フォームプラスくださいよりもポライトです。今日のレッスンは以上です。ここまでです。